ッロクがおお送りりしておりますえ続いてラジオネーム、ムーミンママさんです。テレビでアベノミクスはバブルのときのように、いずれ崩れると言ってる人がいました。いろんな政策が無駄に終わるのでしょうか、どう思われますか。はいはっきり申します。何にも政策は行われておらないと思います。 でバブルの時のように、はい、おっしゃる通りです、えー、当時のバブルっていうのもこれに近いものがありましたが、今回のものはもっと小規模で、えー、もっと短命でしょうね、きっと。要は、アーベノミクスっていうのは根本的に何も生産性がないんですね、現段階では、残念ながら。何かを作って、その経済をこう向上させる。 だから生産力を上げるということがなされてないんですよ、簡単に言うと、日銀がですね国債をやたらめったらと買いまくるとで、お金がジャブジャブ増えたように見えてるだけってことですね、ここにですねいろんな外国人投資家などが、ですねあそれじゃあちょっとお金が儲かるかもしれないよってこと株、株だの、証券だの、債券だの、いろいろこう買ってね。 でこう価値が日本という国の価値が上がったように見えるんですけれども、これはまあ、言ってしまえば、子供が砂場で砂取り合戦するようなもんで、絶対数が変わってるわけじゃないんでね、まあ一部儲かる人はいますよ、例えばあの金融関係、大口の投資家、そして大手の輸出を主とする会社ですよね、経団連とかは儲かるんじゃないですか。うん ところが、ですね何か、あのー、新たなその策を講じたわけではないので、これはもう多分おそらく、ですね、えー、遅くとも秋には、こんな嘘っぱちは全部剥がれると思いますよ、僕は。えーえー、ちょっと僕はね、ここのところ、なんで饒舌かというと、今度、海外の別の国にその原子力を売ろうという、これ、国の舵取りさんがですよ。 自国の,のその事故の収束のメドなんか何も立たず、そんな技術は実はないっていうことがもう明らかになっているときにです、ね、まあ、いつも言うんですけど、ブレーキがついてない車を、ね、安全な車ですって売ってるようなもんでしょう、こんな高眼無知なことが許されていいのかと思いますね、日本人であることを恥ずかしいなと、これ以上に思わされるのかな。 もう悲しいやら、腹が立つやらね、そもそもね、これ、国民投票で決まったんなら仕方ないですよねそれでも、この国は儲かるために売ろうよって、みんなが決めるんなら分かりますが、勝手に決めるなよっていう、俺たちの誇りを勝手に傷つけるなよっていうふうに、本当に怒りに,あのに思います。 はい、私は絶対にこういうことは許したくないです。